ハビエル・ペドロ・サビオラ・フェルナンデスはアルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のサッカー選手。元アルゼンチン代表、ポジションはフォワード。1981年12月11日、ハビエル・サビオラは首都ブエノス・アイレスで生まれる。サビオラが育ったベルグラーの地区は市内でも有数の富裕層が住む住宅街で、サビオラ自身もなに不自由なく少年時代を過ごした。 多くの友人と同様サビオラも早くからボールに触り始め、小学生の頃から数クラブを渡り歩き、10歳の時、CA リーベルプレートンのユースに入団する。ちなみに、ディエゴ・マラドーナ要するアルゼンチン代表が86年、メキシコ W 杯で2度目の優勝を飾っていたが、当時5歳のサビオラの記憶には残っておらず、マラドーナからの影響は薄く、憧れの選手はアリエル・オルテガだったという。 リーベルでは、トライアウトの時から、そのゴール感覚と独創的なプレーは注目されており、サビオラの才能を見守る環境は充実していたようだが、試合になると力が発揮できず、入団して、数年間は控え要因としての日々が続いた。本人によるとその時は対談も考えていたようだが、度重なるコーチ陣の説得でやっていく自信を保っていたという。 14歳となる95年頃から急激に試合感覚をつかみ始め、クラブ内での地位を高めた。入団から7年が過ぎた97年、J リーグでも活躍したラモンディアスの引き抜きで、サビオラ16歳の時にトップチームへ昇格する。98年10月18日 CA ヒムら試合、S グリマデフ不封戦に後半から途中出場し、プリメーラディビシオンデビューを果たした。 翌1999から2000シーズンは、レギュラーポジションを獲得し、前期シーズンの得点王となり、プリメーラディビシオン最年少得点王記録歴代2位につく活躍を見せた。歴代1位は、ディエゴ・マラドーラの18歳と1日、サビオラは18歳と9日、2000年8月16日には、パラグアイ戦で、アルゼンチン代表デビュー。さらに2001年、地元開催となった。 フィファワールドユース選手権では7試合11得点で U-20 アルゼンチン代表の優勝に貢献するとともに自身も得点王と MVP を受賞したバルセロナでプレーするサビオラワールドユースで活躍したサビオラに特に執念を燃やして獲得に動いていたのがスペインの FC バルセロナで最終的に43億ペセタ当時の日本円にして 約28億円の遺跡金のもとに、両クラブは合意に至るが、これはバルセロナが獲得に乗り出して1年半の時間を要してのことだった。当初リーベルはサビオラを手放すことは考えておらず、提示された遺跡金に不満で遺跡交渉は難航した。バルセロナ側の果敢な交渉と本人の強い意向、さらに癌に侵され闘病中だったサビオラの父親が、 スペインで治療をしたいと懇願し、この一件は、決着がついた。リーガイスパニョーラ2001-02シーズン、サビオーラは、当時のバルセロナのエースであったパトリック・クライファーと、当時サッカー界のカリスマ的存在だったリバウドと、共にトリデンテと称される3トップを形成し、チーム2位の17得点を記録。日韓 W 杯での活躍も期待されたが、代表監督のマルセロ・ビエルサは、 実力が同じなら、経験の多い選手を選ぶとして、6年ぶりに代表を復帰したベテランのクラウディオ・カニーヒアを選出し、サビオラー本大会のメンバーには選ばれなかった。リーガイスパニョーラ2002-03、シーズン開幕直前にリバウドがバルセロナを退団。チームは、第4節アウェイでのレアルベティス戦の3から0の、完敗を皮切りに、2度の3連敗、4度の2から2、 スコアでの引き分けと低迷し、順位は一時期12位にまで後退した。サビオラは、バルサイ赤5発のハットトリックを決め、プロ通算100ゴールも達成したが36試合で13得点という、結果に終わり、チームもリーグ戦6位という成績でシーズンを終えた。しかし、UEFA チャンピオンズリーグでは、昨年の準優勝チームのバイエルレバー,クーゼンと同組になる中で、 一時予選からの11連勝で大会連勝新記録を樹立。準々決勝でユベントス FC の前に敗退したが、サビオラはゴール前での勝負強さを発揮し、得点を重ねたリーガイスパニョーラ2003-04シーズン、監督にフランク・ライカールトが就任し、ロナウジーニョが背番号10で加入。監督交代に伴い選手選考は、 シーズン中盤まで手探り状態となり、システムも WG を採用したり中盤を5枚にしたりとなかなか定まらず、サビオラも起用法に振り回された。クリスマス休暇を挟んで2004年からロナウジーニョとルイスガルシアを両を ST に置き、サビオラを CF に固定した3トップに落ち着き、リーグ終盤から土涛の8連勝で中位から一気に2位に浮上し、そのまま順位を維持し、 シーズンを終えた。サビオラは、クライファートとのポジション争いを制しての先発だった。アテネゴリンのメンバーに選出され、本大会に出場するも、レギュラーにはこの大会で、得点王となるカルロステベスが起用され、サビオラは、グループリーグ第2戦のチュニジア戦で1ゴール決めるも、大会を通して、控えに甘んじた。2004から05シーズン、ライカールト監督は、 昨シーズンの終盤での手応えにチームの方針を固め、さらに昨シーズンから会長職に就任したジョアン・ラ・ポールだが、ジョアン・ガスパール前会長時代に獲得した選手からの脱却を図り、大幅にメンバーが入れ替わった。サミュエル・エトウ、ヘンリ・クラーションらの加入に伴いサビオラは、ライカールト監督の構想外となり、バルセロナ復帰を願う形で、a s モナコへ、レンタル移籍。 2005から06シーズン、モナコとの契約を終えたサビオラは、セビージャ FC に、レンタル移籍、万年注意に甘んじていた、セビージャの上位進出に貢献し、UEFA カップを獲得した。これで、一旦バルセロナに復帰を果たすが、そこには2シーズン続けて、年間30得点以上を決めていたサミュエル・エトーが、CF の位置を不動のものとしており、また依然として、 ライカールト監督の眼中になく、レンタル先でそれを揺るがすほどの活躍ができなかった、ことから、上層部は他クラブへ完全移籍させることを絶望した。しかし、サビオラ本人はバルサへの思いが強く、契約を選択し残留。なお、本人やクラブは、スポーツ上の理由からの残留としている。2006年、ドイツ W 杯にて念願の W 杯デビューを果たすと、テベスやメッシュを抑え、 エルナン・クレスポと共に、レギュラーの2トップに起用され、初戦のコートジボワール戦でゴールを決めた、リーガイスパニオーラ2006の07シーズン、エトーや、リオネル・メッシが怪我によって、長期離脱するという事態からチャンスを得て、シーズン当初は、活躍を続けた。しかし、その後は、自身の負傷などもあって調子を落とし、特に、UEFA チャンピオンズリーグなど重要な試合で、活躍できず、 彼らが復帰すると、再び出場機会を失った。また、この年には、エイズルグジョン戦が加入していたことも、サビオラの立場を失う要因となった。バルセロナとの契約は、同シーズンまでであったが、2007年5月になって、バルサから提示された条件は、現行の契約から大幅ダウンとなり、サビオラ自身もチーム内での存在の薄さを感じ、6月18日に、 バルセロナからの対談が決定した。それでも最もバルセロニスタから愛された選手の一人であり、同シーズンの新聞の調査ではサビオラを支持する票も多かった。ベンフィカでプレーするサビオラ同年7月、バルセロナの最大のライバルであるレアルマドリードへ移籍した。これは長年の敵対関係にある両クラブ間を渡り歩く禁断の移籍であり、彼の境遇からルイス・フィーゴの移籍時のように、 サポーターの怒りを買うような裏切り行為と非難されることはなかったが、バルセロニスタの間からは戸惑いの声が聞かれた。レアル・マドリードの一員として迎えた2007から08シーズン、チームはリーガー・エスパニョーラに連覇を果たすものの、チームの首相でありは同じポジションを争うラウル・ゴンサレスがかつてのような得点力を取り戻し、また自身の負傷もあって試合出場の機会はほとんどなく、 続く2008から09シーズンも、ラウルや、ルートファン、ニステルローイの控えに甘んじ、またラファエル・ファンデル・ハールトやクラース、ヤン・フンテラールの加入、ゴンサロイ・グワインの対等もあって、なかなか出場機会が得られなかった。本人も不満を爆発させ、冬の遺跡市場では、ポーツマス FC や PSV やイントホーフェンなどへの遺跡が噂されたが、結局合意には至らなかった。 2009年6月26日、遺跡金500万ユーロの3年契約で、リーガサグレスの SL ベンフィカに移籍ベンフィカでは親友であるパブロ・アイマールとのコンビで、完全復活を遂げている。2009から10シーズン、ベンフィカのリーグ優勝とタッサダ・リーガ優勝の2冠に、貢献し、ポルトガルリーグ年間最優秀選手に選ばれた。2012年8月30日、 マラが CF へ完全移籍、2014年9月1日、エラスベローナ FC へ移籍、2015年8月、14年ぶりにフルスリーベルプレートに復帰した。駿河銀行チャンピオンシップに先発出場して、ガンバ大阪を下し優勝を果たした。しかし衰えは隠しきれず、2015シーズンは13試合に出場して無得点という成績に終わり、 2016年1月7日、クラブから戦力外通告を受け、対談を発表した。サビオラ本人は、現役引退していないが、無所属のまま、監督ライセンス取得に動き始め、知人を介して、アンドランプリメーラディビシオの FC オルディノのアシスタントコーチに就任した。また2017年1月には、スペインサッカー連盟主催のコーチングスクールに、通学していたことが報じられている。 CA リーベルプレートセビージャ FC FC バルセロナレアルマドリード SL ベンフィカオリンピアコス FC アルゼンチン代表ありがとうございます